メロリー、どこいるんだ、メロリー。メロリー。ん？メロリー。うぶき。うわっ。メロリー。メロリー。なんでそんなとこにいるんだよ。大丈夫？まさかそっちの屋根で寝てたのか？ダメじゃないか、人んちの屋根で寝ちゃ。っていうか俺、朝起きたらメロリーいなくてすっごく心配してたんだぞ。昨日部屋で寝てたじゃないか。どうして君はそんな自由な。今日は皆に、サキュバス見習いである、わらわの一日を見せてやるのじゃ。最後まで見るのじゃぞ。メロリメロリ、今から市場に行くけど、君も行く？まあ、行ってやってもよいぞ。目も覚めてしもうたし。本当に？やった。何がそんなに嬉しいのやら。先に行っておれ。え、なんで？察しの悪いやつじゃの。わらわにも準備ってもんがあるのじゃ。わかったよ。さて、まずは寝起きでぐちゃぐちゃになった髪を解くかの。そしてこのよくわからん池みたいなので水浴びするのじゃ。ま、水浴びなどせんでもサキュバスのわらわは汚れてはおらんのじゃがな。ふおー、高速で回転して水分を吹き飛ばすのじゃ。回りすぎたのじゃ。おえ、ゲロリンチョしそうじゃ。気持ち悪いのを耐えながら髪を言っていく。ちなみにこの髪型は幼い頃より好んでしておる。わらわのトレードマークじゃ。さて、そろそろうぶきを追おうかの。すんすん、うぶきはこっちじゃな。メロリー、こっちだよ。わらわの鼻はよく聞くゆえ、それほど離れていなければ、匂いで追跡が可能なのじゃ。ん？なぜお前先に行っておらんのじゃ？だってメロリー、市場の場所知らないだろ？行くの初めてだし。場所などわからずとも、うぶきの匂いを追えばたどり着ける。ちなみに匂いは、精液が多いほど濃いのじゃ。え、俺変な匂いしてないよな。うぶきは変な匂いどころかうまそうな匂いじゃ。はあ、なんじゃか腹が空いてきたの。うぶき飯。ほら行くよ。むう。相変わらずケチなやつじゃ。ここが市場とやらじゃそうじゃ。なんかさ、こうやって二人でお買い物だなんて、まるでデートだよね。10年前の俺たちも、こんな風にデートとかしてたのかな。あ、やっぱり今のなし。答えなくていいや。いろいろ聞いちゃうとまた過去の自分にジェラシー感じちゃう。こいつは何を一人ではしゃいでおるのじゃ？なんじゃこりゃ、変な生き物ばかりじゃな。魔界では見たことないのじゃ。このフグいいな。今日はこれにしようかな。なんじゃそいつは？これはフグっていう魚だよ。生臭いの。まあ魚だからね。それより触っちゃ危ないよ。危ない？まだ生きてるから噛まれるかもしれない。それにフグは毒もあるからね。だけど身はすごくうまいんだよ。俺は8年前に調理師免許取ったからさばけるんだ。え、何やってんだよメロリ。うまいと言うから精液を吸ってみたが、まずいではないか。ふん。こら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 。せっかく息のいいのを見つけたのに死んじゃったじゃないか。あ、でもどうせ今からさばくし別に問題はないのか。これもまずいのじゃ。ほら、帰るよメロリ。ここはビュッフェじゃないんだぞ。もっと見たいのじゃ。もう、そんなに海の生物が気になるなら、いいとこ連れて行ってあげようか。いいとこじゃと？水族館っていて、ここよりもっといろんな生き物が見れる場所だよ。ちょうどさっきお会計の時にチケットもらったんだ。まさかメロリが魚に興味を持ってくれるとは思わなかったな。寿司屋の俺的には結構嬉しいや。お昼にでも行こうか。わらわは魚というより、精液の味が気になっただけなのじゃが、何も言うまい。ここはバキューム様の墓じゃ。墓には花を手向けると良いらしいのじゃが、枯れてしまったのじゃ。またその辺で取ってくるかの。なかなか咲いとらんのじゃ。この辺に咲いておるのは、取ってはいかんとうぶきから言われておるし。人間のルールにわらわが従う理由はないが、うぶきの言うことなら聞いてやるのじゃ。あ、ここに咲いておるのはよかろう。よし、これでバキューム様も喜ぶのじゃ。バキューム様。10年前、バキューム様は、己の命と引き換えに、わらわを生き返らせてくれた。これを持って、うぶきのところへ帰るのだ。これから先も、ずっとそなたを見守っている、我たちの大事な娘よ。わらわは母親を、サキュバスの女王を、死なせてしまった。それは生涯背負っていかねばならんこと。こんな甘えたことを思うのはいかぬことじゃろうが、叶うのなら、もう一度抱きしめてほしい。
ずっとそなたを見守っている。バキューム様、今少しだけ暖かい気配を二つ感じたのじゃ。わらわのことを見守ってくれておるのかの。聖域吸わせるのじゃ。は？いやいや、急に何なんだよ。今から店開けるんだって。昼になったら少し吸わせてあげるから、それまで我慢してくれよ。昼まで待てじゃと？そもそもわらわがこんな時間に腹が空いたのは、うぶきが大声でわらわを起こしたからじゃというに。それじゃのにうぶきは昼まで待てと申すのじゃ。あんまりじゃ。催眠もかけず頼んでおるわらわにこんな仕打ち、ひどいのじゃ。わかったよ。確かにメロリーを起こしちゃったのは俺のせいだもんな。いいよ、でもできれば動ける程度に加減してくれ。にっしっしっし。うぶきは同情させればちょろいのじゃ。ちなみに力を使わんかったのは疲れるからじゃ。それではいただきますなのじゃ。あー、お兄ちゃん。へ、ネム。何してるのお兄ちゃん。ネムちゃん待ってよ。あ、え、いや、これはその人誰？おう、これがネムか。たった10年でここまで大きくなるとはの。げ、そっちのアメンバ凶悪わっぱか。ネムの性器は、ウブキのような特別個体ではなかったが、あの頃と違って、普通の人間並みになっておった。ノーノー、わらわのことは覚えておるのじゃ？あなたなんて知りません。お兄ちゃん説明して、この子は一体何なの？紹介するよ。この子はメロリって言って、俺の大事な子なんだ。さっき見たと思うけど、この子とはまあ、そういう関係っていうか。はい？お兄ちゃん急に何言ってんの？この間まで女の影なんて一切なかったくせに、明らか騙されてるって。あなたの目的は何ですか？目的？絶対何か企んでる。だっておかしいでしょ。こんな1万年に一度のアイドル並みに可愛い子が、何の意図もなくお兄ちゃんなんか相手にするわけない。お兄ちゃんなんて顔は平凡だし、ご保護で口うるさいし、しょうもない下ネタも言う。どうせお金目当てとかに決まってるわ。ネム、俺のことそう思ってたのか。あいにくうちにはお金なんてありませんから、私の学費とかで結構カツカツですから。ネムちゃん一旦落ち着いて。それ以上はお兄さんショック死しちゃうよ。ちょっと待て、君みたいな化けかぐるいにお兄さん呼ばわりされる筋合いなんてないぞ。化けかぐるいで何が悪いんだ、オラオラオラ。うわ、すっげーカオスじゃ。止めに入った方がいいのか、あれ。さあな、自分はどんな状況であれ、今できることをするのみ。お前って冷静なのか鈍感なのかばっかんねえな。とにかく私は、こんな子認めないから。ネム、お兄ちゃんのこと心配してくれるのは嬉しいんだけどさ。本当にメロリのことは何も心配いらないんだよ。うぶき。ネムは、メロリのこと見て、何か感じない？え？きっとネムの病気を治してくれたのは、メロリなんだよ。そうだろ？うむ、自分で言うのもなんじゃが、わらわが直してやった。やっぱりそうだった。記憶はなくてもわかるんだ。君が必死にネムを助けてくれたって。何を言ってるのお兄ちゃん。私の病気は突然治って。どうしたのネムちゃん。何か忘れてる気がする。なのに何も思い出せない。でも、私はこの光景を見たことがあるような気がする。誰かがいる？私も、お兄ちゃんも、その子のことが大好きで。ダメだよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんには大好きな子がいたでしょ。今思い出したけど、その子のこと待ってなきゃダメだよ。え、それってメロリのことじゃ。もうよい。こんなのはわらわの知っておるネムではないのじゃ。こいつは偽物じゃ。メロリ。あんなにか弱かったネムが、たった10年でわからず屋になってしまうとは、病気を治したことを後悔するわけではないが、今なら絶対治してやらんのじゃ。誰が偽物ですって。危ないから降りなさい、ネム。ネムちゃん頑張れ頑張れ、ファイト。やっぱりお前は偽物じゃ。わらわが知っておるネムは、こんなとこまで登ってなど来れん。あなたが私の何を知ってるのか知らないけど、私はもうあの頃みたいな病気のか弱い少女じゃない。痛くないの。一度死にかけたけど、奇跡的に病気が治って。これ以上お兄ちゃんを悲しませないよう強くなろうって、あの時自分に誓ったんだもん。強く、か、その気持ちならわかる。わらわも生き返らせてくれたバキューム様に恥じぬよう、早く一人前という名の強さを手に入れたい。はぁ、あ
ギャー、ネムえ、あれ、前にも誰かにこんな風に。ネムは無事じゃ。ありがとう、メロリ。メロリちゃん。え、ネム、メロリのことを思い出したのか。うん、何にも覚えてないけど、あなたはメロリちゃん、私の大事なお友達。心がそう言ってるの。病気治してくれてありがとう、メロリちゃん。おぉ、はい、チーズ。うぶきと同じようにネムもわらわのことを少しだけ思い出したようじゃ。私、家族が増えて嬉しいな。家族？わらわのことじゃ。そうだよ、メロリちゃんはもう私とお兄ちゃんの家族だよ。バキューム様、わらわ家族ができたのじゃ。メロリ、約束してた水族館行こうか。行こう、メロリちゃん。え、ネムたちも行くのか？チケットないよ。大丈夫です、僕がネムちゃんの分もバケモンカード桜町大会の優勝賞金で買いますから。優勝って、そんなにバケカガチ勢だったとは。出かけるなら補充しとかんとじゃな。え、忘れておったが、もう腹は限界じゃった。すごいメロリちゃん、大胆なんだね。一瞬で失神させるほどの吸引力とは。ただ精気を吸っただけじゃのに、謎に褒められたのじゃ。ちなみにハートの染まり具合は今こんな感じじゃ。試練が再開されたばかりじゃし、赤く染まるのはまだまだ先じゃな。メロリー、俺あんまり時間ないのに、これじゃあ動けないじゃないか。今日は水族館中止。なんじゃと、せっかく行く気になっておったというに。なら吸わないでくれよ。困ったの、うぶきを今すぐ動けるようにするにはどうすれば。あ、そうじゃ。あることを思い出したわらわは、すぐさま魔界へ戻った。ん、メロリー。昔先輩サキュバスに聞いたのじゃ。元気にするポーションがあると。元気がない男を復活させるポーションが欲しいですって。あるわよ、たくさんあるから持って行っていいわ。助かるのじゃ。試練頑張ってね。待っておれ、うぶき。おい、今ここにメロリが飛んでこなかったか。試練中というのにのこのこ魔界へ帰ってくるとは、何を考えているんだあいつは。メロリならたった今下界へ戻ったわよ。なんだと。クソ、バキューム様像に挨拶もなしか。ふくふく、あんたこの10年で真面目ちゃんになったわね。何その怪しい薬、いらないよ。な、1時間もすると、うぶきは勝手に復活した。そしてわらわたちは、水族館とやらに来たのじゃった。わあ、水族館だ。私たまにはこういうとこ来たかったんだよね。ザッとユウくんって、カードショップにしか連れて行ってくれないんだもん。ごめん、ネムちゃん。以後気をつけます。はあ。これが水族館か。こんな場所があったとはの。人間界はまか不思議じゃ。なんじゃこいつは。これはシャチって言って、海の王者とも言われてるんだよ。正気はうまいのかの。え、そういう目線で見てたんだ。ちなみにうぶきは、10年前に比べて、今の方が正気が多くなっておるようじゃ。おそらく十分な食事と睡眠で健康体じゃからじゃろう。わらは、1日に3回は滑ると踏んでおる。メロリって、意外と人間界のものに興味あるよね。そうかの。うん、だって桜見に行った時もなんか嬉しそうだった。またいろんなとこ連れて行ってあげるよ。なんか、うぶき変わったのじゃ。10年前はどこにも連れて行ってはくれんかったのに。それは多分、あの頃は余裕がなかったからだよ。ネムは病気だし借金もあったからね。きっと、あの頃の俺も、メロリとたくさんいろんなとこ行きたいって思ってたはずだよ。って、無意識に10年前の俺のフォローしてしまった。心のライバル相手に。うぶき？メロリちゃん。今からイルカのショーが始まるって。危ないメロリ。大丈夫？あひゃひゃひゃ、ずぶ濡れなのじゃ。助けてあげたのにそれはひどくない？あ、メロリ、ちょっと手出してくれる？ん？なんじゃこれは。今日の記念にお土産だよ。さっきみんなでお揃いで買っておいたの。お揃い？それは、全く腹の足しにはならんものじゃったが、特別なものに思えたのじゃ。帰るよ。
うぶきが店にいるときは、わらわも暇じゃし手伝ってやるのじゃ。全員高いのを頼むのじゃぞ。こんなに可愛い子にお願いされちゃ従わざるを得ないね。これで金がたくさん入ってくるらしいのじゃ。わらわは10年前に学んだ。メロリちゃん接客上手だね。それに、私がここでバイトしてた頃に着てた浴衣もすっごく似合ってる。ね、お兄ちゃん。わらわ褒められるのは好きじゃぞ。お兄さん特上寿司まだですか？おい金駒くん。あ、豚山くん久しぶり。あれから全然来てくれないから心配してたんだよ。ごめん、少し動揺してたっていうか。うん、もう大丈夫。友人として君の幸せを受け止めるよ。え？あれ、メロリちゃんもうお仕事しないの？疲れたし飽きたのじゃ。メロリは気まぐれで手伝ってくれてるだけだからね。二人とももう休んでいいよ。メロリちゃん、メロリちゃん、今日はずっと一緒にいようね。ネムと水浴びすることになったのじゃが、狭いのじゃ。髪をネムが溶かしてくれた時に、ふと昔のことを思い出した。同じようにバキューム様にしてもらった時のことを。メロリちゃんは本当に食べなくていいの？わらわはサキュバスゆえ、人間の精液しか吸わん。そうなんだ。そういえば、ネムはウブキと違って特別個体ではないようじゃが、精液はどんな味がするのじゃろう。メロリちゃん？わらわ、気になったら止まらんのじゃ。試しに少し吸ってみるか。動きを止まれ。大してうまくはないの。今朝吸ったフグとやらよりはマシじゃが。しかし、加減して吸ったつもりじゃったが、これは朝まで起きそうにないの。許せネム。それにしても、今日は濃い一日じゃった。ネムとも再会できたし、水族館とやらにも行ったな。うぶきと離れた10年、魔界は本当に退屈じゃった。きっと、一度下界を知った者にとって、魔界に閉じ込めることが、一番の罰になるのじゃろうな。早くここに戻りたいと、何度願ったことか。じゃがわらわはまたこうして戻ってこれた。たとえ試練が終わっても、ここから、うぶきのそばから、離れる気はないのじゃ。メロリー。ん？ネムの精液吸っただろ。なぜそれを知って。やっぱりな、メロリ的には隠したつもりだろうけど、あんな雑なやり方すぐバレるに決まってるだろう。わらわじゃないのじゃ。その後に及んで調べくれる気か。大体君以外に精液吸うやつなんていないだろう。それ以上来るな、わらわは怒られるのはすかんのじゃ。じゃああんなことしなきゃよかったろう。好奇心というものには逆らえんかったの。じゃ捕まえた。悪かったのじゃ。メロリが吸っていいのは俺だけ。へ、フグとか他の生き物ならまだ多めに見れるけど、人間はダメだ。俺のだけでいいじゃないか。ふは、お前嫉妬しておるのじゃ。悪いか。悪くはないのじゃ。あと。ミッシッシッシー。やはりうぶきの正気が一番じゃな。よかろう。約束してやるのじゃ。もうお前の正気しか吸わんと。ってなわけで、これがサキュバス見習いの一日じゃ。明日もいっぱいうぶきの正気吸わんとのう。